英雄のご帰還だ。 よくやった、ゼオ。 今までどこに？ ちょっとした特等席にな。 なかなか興味深い鑑賞ができた。 どういう意味だ？ これは失敬。 お前たちに芸術の概念はないのだったな。 先だってのくだらん戦いより、はるかにいい見せ物だったと言った。コロニーのランクアップも視野に入るだろう。くだらん戦いをした記憶はない。氏どもが湧いただろう。任務中にアグヌスと通じた挙句、脱走しただきすべきゴミ虫が、実に深い。恥ずべき汚点。 無駄死にした兵どもも含めてだ。くだらんという表現すら生ぬるい。無駄死にって。俺たちを敵視するのはわかる。でも仲間が死んでんだぜ。ムンバだって。あの時、それを。わめくな、ゴミ虫。先の戦いで消耗したろう。喜べ。 じっくりと痛ぶり潰してやる。どういうつもりだ？ 兵に戦えという貸しだけで何もしなかった貴様と、リスクを承知で火星に来た反逆者、どちらを信じると思う？黙れ！盾つくなど許さん。 仲間の死にたかる牛、それが貴様だ。 俺たちは生きたい。そのために戦う。 覚悟はいいな、執政官 B。己、己！ 反逆者は皆殺しだ。ゼオン。ああ、行くぞ。 何？何？行こう！避けられるか！間違った！私はまだやれる。無茶しちゃダメだよ。 まだだ！
ここで終わりじゃないぞ。避けられるか。何も変わらない。この先に待つのは未来ではないぞ。苦難と絶望だ。だとしても受けて立つさ。説明してもらえるか、軍務長。失政官は化け物、日時計はぶっ壊れ、食料問題も未解決のまま。結局俺たちのやってきたことは成果はあった。望んだ形とは違ったが、みんな聞いてくれ。冗談だろ。それじゃ俺たちは騙されて。そういうことになる。だからこそ今は知る努力をするべきだ。俺たち自身のこと、このコロニーの外にあるもの。簡単に言うなよ。何があるかわからないんだぞ。それでもどんな結果に転ぶかは自分次第で変えられる。そう信じる。俺たちも協力する。また受け入れてもらいたいからじゃない。ただみんなが生きていくために俺たちにもできることをさせてほしい。不安な気持ちもあるだろうが、どうかチャンスをくれないか。理解が追いつかないことは正直あるが、ま、善処してみよう。そうだね。軍務長がここまで言うってなかなかないし、ムンバが生きてたら協力するって言うと思うから。みんな、俺は認めないからな。何が正しくて間違ってるか決めるのは俺だ、あんたじゃない。証明するよ。軍務長にふさわしいのは俺だって。行こうぜ。ひでえ言われようだな。あれでコロニーのことを憂いている。カイツなら心配がないさ。んで、この先どうすんだ。まずは食料問題を解決したい。つっても変遷するしかないよな。近場にねえから困ってんだし。確かに今まではそうだった。だから逆を試そうと思う。逆？畑を作るんだ。自分たちの食料は自分たちで確保する。畑って標本に載ってたあれか？食料が不足した際は土を掘り、キラボシ大根を植える。
よく知ってんな。当然だ。そうか、命の日時計を維持しながら作物を作るのは難しかったけど。ああ、状況は変わったな。挑戦するんだね。手探りだが、やる価値はある。なら植生の観察から始めるといい。この土地で生きたいのは植物も同じだ。きっと得るものがある。なるほどな、やってみるよ。それと今後俺の力が必要な時はいつでも言ってくれ。手を貸そう。それは助かるけど、本当にいいのか。何かを変えたいと願うなら、まず自分が変わる。そう言ったのはノアだろ。けど私たちといるのをよく思わない奴もいる。俺がどう見られるかは問題じゃない。軍務長として必要と思ったことをするだけだ。ゼオンはやっぱり変わらないな。皮肉か、この流れで。違うよ。昔も今も俺たちの自慢の仲間だなって。口がうまくなったな。なるほど、確かに人は変わるらしい。なんだよそれ。勇気をもらった、ありがとう。俺もだよ。落ち着くな、コロニーナインは。ああ、みんなの顔を見ると戻ってきた実感が湧く。釣りするな。
名前確かに覚えたよ。関係が変わったみたいだ。何かお腹に入れておこう。強くなった実感があるよ。出発しよう。関係が変わったみたいだ。別のところに向かおう。関係が変わったみたいだ。よっ、来た。こっちだ。俺が相手になってやろう。こっちだ。俺が相手になってやろう。あの木が何か？ああ、少しだけ昔をある人を思い出していた。ある人？これはサフロージよ。知ってます。でもこんなに咲き乱れているのは見たことないでしょうね。あ、なぜ僕にこの写真を？私の宝物なの。その写真の場所へいつか帰りたい夢なんだ私の。残り時間は限られているけど、いつか僕に作戦の立案やこいつの使い方を教えてくれた人なんだ。ん？すまん。構わないさ。彼女は何だって、あの写真を僕に渡したかったんじゃないかな。思いを。思いを。そういうのあるからさ。の？
この兵士は体温、この者たちをですか。うん、やってくれるよね。理由は敵兵士と結託しているからですか。だとしてもまずは情報の精査を。もうめんどくさいやつだな。ゲーみたいにしてもいいんだけど。やめた。これつまんないや。今回は別の方法にしよう。失勢か。じゃあ行くよ、イスルギ。さあぶちまけろ、意識の下にある全ての感情を。世界は広いな。初めて知ることばかりだ。さっきマナナが言ってたんだけど、サフロージュの木の下にはムクロが。ああ、珍しいものがあったぜ。聞こえねえ、聞こえねえ。一気に決める。ノア、かっこいいじゃねえか。いい、ありがとう。見込み通りの効果だな。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。ほっ、珍しいものがあったぜ。そこをどいてくれ。やってやるぞ。まだまだ。かまって。ありがとう。アドバンスのクールダウン。乗りやすい。かまって。いい。支援なんだよ。抑えきれない。やっと。余裕余裕。あたしにかかればこんなもんだ。まったく。フォローする身にもなってほしいな。ぶっ倒してやれ。まとめて面倒を見てやるか。見つかったか。ひどいありさまだな。最近のじゃないよね。かなり前、それも凄まじい規模の戦闘。兵士だけじゃない、鉄巨神の残骸もあちこちにある。まだ使えるものあるかもしれない、探そうぜ。ああ、そうだな。みんなで手分けして探してみよう。使えるものったってな、みんな錆びついてんじゃねえかよ。お、な、ダメだ、コネクターの径が合わねえや。ケベスの兵士か。こんなところでずっと。これって、
私の名前が。なんか目ぼしいもんでも見つけたか。え、なんか目ぼしいもんでも見つけたかって聞いてんの。え、いや、なんもねえよ。なんも。なんだよ、じっと動かないからなんか見つけたのかと思ったじゃねえか。よ、こっちどかすの手伝ってくれよ。ああ、わかった。同じ名前のやつだっただけ、それだけさ。おい、みんなこっち。これって黄金の日時計の残骸？初めて見た。これが黄金の。変じゃねえか。黄金っていや、全てのコロニーの頂点に立つランクだ。それがこの有様。これケベス軍のだよね。ああ、間違いない。その割にはアグネスの兵士も武器も見当たらない。どういうことだ。一体何と戦ったらこうなるんだ。おい、まさかまた。いいな、ありがとう。お前じゃないか。マルチブラスト、ハイドスパイク。倒れます。いや、行こう。ブラッシュ。いい。アドバンスドクールダウン。ブラッシュ。ブラッシュ。ワイドスパイク。崩れろ。闇の探索。ブラッシュ。起動。激怒。吹っ飛ばす。ワイドスパイク。ストライク！ストライク！ストライク！
させやがって。ああ、このコロニーをやったやつじゃなさそうだ。そうか、ここはもう軍務長仇を。人は乗ってないのか。ああ、こいつはキャッスルから供給された自立偵察型。人が操作する必要はない。このマーク、ラムダのだよね。え、ラムダって確か、うん、急いでここを離れよう。たとえ無人であっても今の戦闘情報はコロニーに伝達されているはずだ。戦ったのが僕たちであることがバレている可能性もある。だな。他に役に立ちそうなもんもねえみたいだし、行こうぜノア。わかった。ミオ。うん。ユーニ。なるべく早く離れよう。そうだね。もう少し山を登ってみよう。みんな行くぞ。君に合わせる。先手はもらった。作戦通りだね太陽。黙って。待ってほしいな。使えるものがあればいいな。よっと、よっ。こんなに貴重なものが手に入ると。初めて見る場所だな。
休息を提案したい。疲れは残さないようにしないとな。よし、強くなってきたよ。疲れたな。ありがとう。いい香り。当然だ、セリオスアネモネ。インビリア山脈に咲く希少な花から抽出している。なんだよ、趣味あるじゃん。実益も兼ねている。ふーん。実益になったようだな。何よりだ。あ、知ってたのか。僕も同じだからな。え？武器を収め、仲間の顔を見回すといつも安堵する。これで今日は終わりだと。そして明日を考えると不安になる。明日も同じ顔が見られるだろうか。僕はここにいるだろうかと。刻印のが楽だよね。いつかわかる。でも戦いは、その時が迫ってもそう思えるだろうか。僕にはわからない。僕たちには想像することしかできない。そこにあるのが
満足感なのか恐怖心なのか。怖いのは嫌だな。僕もだからこそ。力任せに一気に駆け抜けた方がいいんじゃね。いや、メビウスの襲撃を受けやすい場所は避けた方がいいって。おそらくだが、ここ一帯を掌握しているのは以前僕が所属していたコロニーだ。本当か？体温、昨日のレオニスは。ああ、コロニーラムダのものに間違いない。もしかして結構危ない状況？タイオン、ここ詳しいのか？掌握作戦に参加したことはある。何かいい案でもあるの？それはタイオン、確かそれなりの規模の行動があったはず。いいんじゃねえか。敵はやってくるかもしれんが、地下に潜れば少なくとも大掛かりな鉄巨神に襲われることはね。行動、興味津々も。お宝が見つかりそうも。まそれが最善みたいだな。しかしだな、長い間使われていないものだから当然落盤の危険もある。いざという時の逃走経路が限定されるというリスクも。いやいやいや、言い出しっぺはお前さんだろ。なら他に策があんのかよ。それともここでずっとテント暮らしを続けるか？それは。はいはい、そこまで。どのルートを取ってもリスクはついて回るんだし、ここは少しでも楽と思える選択をしましょう。悪い方に考えないで、前向きに考えれば自然と道は開けるわ。ミオちゃん、急にどうしたの？年長者としての存在感を示したいんだな。けなげだね。そこうるさい。よし、行こう。目的地は行動だ。あ、ちょっと待って。話を聞いてきたぜ。みんなちゃんと休むように。みんなに聞いてほしいことがある。
出発しよう。ここからでも体験が見えるね。これって珍しいもの。でも先はまだ遠そう。世界は広いな。初めて知ることばかりだ。見つかったみたい。どうする？どけ！アドバンスのクールこいつで戦いやすなっただろ。ありがとよ。すごい派手な戦いぶり。だろ。もっと褒めてくれよな。あっちはやる気みたいだな。すごい派手な戦いぶりだろ。もっと褒めてくれよな。はっはっ。見つかったみたい。どうする？グロリアスエース。手はもらった。作戦通りだね。太陽ハイドスパイク。あたしにかかればこんなもんだ。まったく、フォローする身にもなってほしいな。見つかったみたい。どうする？見えた。黙ってほしい。ありがとう。見つかったみたい。このまま攻撃を続ける。さすがだ。黙ってほしい。助かった。このまま攻撃を続ける。さあ、逃がせのは捕らえた。抑えきれないか。ここ激怒闇まとい。マイナスエッジ。ゴリアスエッジ。ブラッドエッジ。ブルードスラッシュ。使いこなせてきたかな。気づかれた。する身にもなってほしいな。いいな君は。あ？その根拠のない自信、分けてもらいたいくらいだ。あれこれヘみたいな理屈をこねくり回して、結局動かねえより何万倍もマシだろうが。誰のことを言ってる？さーてな。自信なんてねえよ。俺は動かなきゃならない。そんだけだ。意味がわからん。お前さんだって動かないなりの理由があんだろ。怖いのか。ノアがな、よく言うんだよ、背負い込むなって。俺が動かなきゃいられない理由分かってんだよ。あいつ間違ってるって言ってんだ。そう言われてもな。ただそうにもその相手はもういねえ。だからこれしかできねえ。お前さんだって似たようなもんなんだろ。はあ、ま、でもよ、お前さんのその慎重なとこ嫌いじゃねえぜ。言ってることがさっきと真逆だが。前言撤回ってやつだ。Ha ha ha ha!